はい、こんにちは、カスピです。本日は千葉県市川市を拠点として活動されている元ブロガーの SJ さんという方と、あ、そう、同じく市川市と松戸市を中心にいろんなところでこうお店出している唐揚げキッチンカーのカズロックさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その2人がなんかイベントやるっていうこと でそのイベントになんかその SJ さんがまあやっぱ元ブロガーっていうことで、すげえいろんな元ブロガーさんだとかバイク乗りの方々がわーって来るっぽいんで、ちょっと俺もそれに便乗していこうかなって思います。で、便乗した結果そこでまあいっぱい媚び打って、ちょっとチャンネル登録者数をちょっとこうまあ、今のチャンネル登録者数が今150ないぐらいなんで、まあ終わる頃には150万人ですね。しかしまあちょっと懸念してるのが、まあ私コミッションなんで、ちょっとなんかこうSJ さんにはちょっとね、こう、あ、こんにちはみたいなやっぱりしたいですけど、まあしたいつかするんですけど、それ以外の人全く面識がないんで、ちょっとあすみたいな感じになりそうで、そうならないようにしたいんですけど、いけるかな私は。ということで、会場でお会いする方々、ちょっと優しくしてください。ちょっとお手柔らかによろしくお願いします。しかしまあどんな人が来るんでしょうね。本当に全然その千葉県の元ブロガー界隈とか俺全然わかんないんで、ちょっと絡んだことある人が何人かいるくらいしかちょっとご存知ないというか、全くあれなんで、あ、やばい、いろいろ考えるとちょっと辛くなってきた。まあ大丈夫でしょ、大丈夫でしょ。もう元ブロガーの方はもうみんな心が広すぎてやばいと思ってるんで、もうサバンナより広い、もう大平原大平原、もう俺より大人な人なんていっぱいいるんでね。なのでちょっと赤ちゃんプレイさせていただこうかな。今回の会場の小塚山公園ってとこはちょっと横は通ったことあるんですけど、この公園自体に行ったことがないんで、どうやって行けばいいか全然わかんない、全然わかんない。一応ナビはつけてっけど、ちょっと迷子になりそう。さあさあ、まあなんか何やかんやなんかもうすぐそこらしいんで、まあすぐ殴り込みに行けるんじゃね。殴り込みに行って殴り返されてきます。前も似たようなこと言ったな。というわけでぼちぼち着きます。うわ、めっちゃおる、めっちゃおる、やば、そんなおんねや、うえー、めっちゃおる、めっちゃおる。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。 SJ さんいらっしゃいましたね。あ、こんにちは。え、これどうしようどう止めたらいいんですか。ここでいいんですか、ここでいいんですか。やめろ、ここでいいんですかね。あ、バイク自身大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です。これでスタイルができるっていうのはマジですか。シングルシートでしょ。いや、これ外れるんですよ、おそらく。あ、外れますね。はい、でも外れたからっつってもこれで2人乗りがちょっとしないかもしれちょっと怖いかもしれないですね。はい、こうやってさ、ビヨーンとこうね、ティールが最近こういうデザイン多いもんね。うん、大体このナンバープレートこの中に入ってきます。今新型カタナも短くなっちゃいます。こういうものです。あ、どうもありがとうございます。なんか名乗るものが全然ないんですけど。ありがとうございます。あ、どうも、はじめまして、あのカスピーです、どうも。あ、ツイッターとかではいつもありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちょっと自分はステッカーとかないんですけど、すいません、ありがとうございます、いただきます。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで SJ さんとカズロックさんのイベント行ってきました。コミショ発動したらどうしようとか言ってましたけど、発動しました。99割なんか喋ってない。いや、まあでも普通になんか空間として普通に何だろうな、空間としていて楽しかったんですね。いろんな元ブロガーさんたちとかで、まあ、ちょっとね、自分名刺がないんで全然名乗れなかったんで、ちょっと少し挨拶とかね、させていただいて、ステッカーとかいただいたりしてね、すごい。あとカズロックさんで食べた唐揚げ裏メニューの塩レモン食ったんですけど、めっちゃうまかった。もうやばいっす、あれめっちゃうまいっす。ちょっとハイボール欲しかったな。やばいね、唐揚げにはハイボールまたはビールやな。
ちょビール飲みたくなってきたな。酒のことしか考えてない、まあ、あとは途中でサニーライダーさんがいらっしゃったんで、まあ、少しだけお話ししてって感じですかね、まあ、またこういうイベントがあったら参加したいと思いますね。ちなみに150万人とか言ってた登録者数は別に全然増えてないです。ちょっと私はこれからエクスプローラージーブンズの一部がほつれたんで、ちょっと串谷さんに行ってちょっと見てもらいますので、結構買ったばっかなんですけどね、まあ、あのベルトの穴通すところですね、あのベルトループって言うんですか、アコがちょっともげちゃったんで、ちょっとこれどうすりゃいいですかって聞きに行ってきます。はい、というわけで、まあ、ちょっと帰り際は全然お礼とか言えなかったんで、この場でちょっと SJ さん、カズロクさんにはお礼ありがとうございましたということでお礼を述べさせていただきます。ということで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。なんかめっちゃ暇なんで、もう一回小塚山公園まで行って、まだ余ってたら唐揚げを買って今日の晩酌用にしたいと思います。まだ残ってっかな、残ってると嬉しいな、僕は嬉しいな。売り切れてないといいんですけどね、唐揚げ売り切れてたら僕は泣くよ。フラグじゃねえ、唐揚げ売り切れたら泣くはフラグじゃねえのか。お兄ちは、お兄ちは、もう戻ってくる。どうもありがとうございました、ありがとうございました。唐揚げありましたー。